はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、お二つねお話あります。でまず一つは、今ここバーンって出てるような感じで、前回も紹介させていただいた格安 SIM、ゲーマーの方向け格安 SIM ですね、リンクスメイトさんっていうのがあるんですけれども、そちらの案件でございます。これね、どうやら前回ね、反響すごい良かったようでして、そういったことだったらもう一回ちょっと紹介してほしいっていう風にね、お声掛けいただきました。ありがとうございます。なんで、今回はね、実際に他社との料金比較だったりだとか、こういったところがお得だよっていうところをもうちょっと深掘ってね、お話などしていきたいなと思います。まあ、なんでゲーマー向けって言われてんねんっていうところですよね。まあその辺とかも話していきたいなと思います。で、それが動画の前半部分です。で、後半は大会の開催のお知らせでございます。っていうのも、なんでこれ大会の開催をするかっていうと、リンクスメイトさんに2回も案件いただいたんですよ。めっちゃありがたいことにね。で、せっかくだったら、まあ、皆さんに還元もしたいなっていうふうに思いました。まあ、そこで、優勝賞金1万円。で、準優勝3000円の大会をですね、8月の21日に行いたいと思います。なんで、この週は大会2つありますね。僕が普段開いてる大会プラス、その、新しく、まあ、リンクスメイトさんからいただいたお金の部分を還元させていただくっていう意味で、ちょっと大きめの大会を開くっていう2つあります。で、この大会が、定員32名でやろうと思ってるんですよ。ちょっとそれがルールの関係上、ちょっとできる限り運ゲー要素なくしたいなと思って、試合時間が長くなるんですよ。ちょっとルールいつもと違うように変えて。まあ、そのルールも面白いと思うんですけど、ちなみに僕好きなルールです。だから、そうなると32名ぐらいにしないといけなくて、じゃあその32名どうやって選ぶねんとかっていう話とかも後半部分にやっていこうかなと思います。もちろんルールとかもそこで話していきます。というわけで、今後もね、こういった風な案件いただいた際は、まあ宣伝するだけだったら盛り上がりに欠けるかなと思うので、せっかくなんでこういう風に還元ね、できる限りしていきたいなと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。じゃあまずはね、格安ゲーマー向けの格安 SIM ですね、リンクスメイトさんの宣伝なんですけど、まあ、リンクスメイトさんっていうのは今言ったようにゲーマー向けなんですよ。なんでゲーマー向けかっていうと、対象のゲームとかが通信料がお得になるプランがあるんですよ。それ月額500円で加入できるんですけど、ちなみにリンクスは残念ながら対象じゃないんですよ。リンクスメイトなのに、まあ、なんかごめんなさい。で、それ何なんて言うと、これカントリーフリーオプションってやつなんですよ。これですね。ここに書いてるやつ。ゲーム、コンテンツ、SNS。ちなみに Twitter とか Facebook とかね。我らが Instagram とかもね。Instagram とかやったことないわって感じなんだけど、そういうの言ったら怒られるわ。まあそういう風なね、やつとかが 90% 以上通信料がオフなんですよ。これめちゃくちゃいいですよね。で、それだけだったら、なんだ、ただ安いだけじゃんってなるじゃないですか。でもね、これちょっと、そんななんかチート機能つけていいのって感じなんですけど、まあこれ該当のゲームだけなんだけどね、90% 以上オフになるのは。万が一ね、通信料使い切ったするじゃないですか。例えば月額、月に 2GB までとか決めておいて、その 2GB 使い切ったするじゃないですか。じゃあ普通なんか低速配信になるっすよね。お、めっちゃ遅いやんみたいな。画像を読み込むまで何歩ほどかかんねんみたいな、すごい低速配信になるじゃないですか。それが、この該当のサービスだったら、例えばゲームとか、あとツイッターとか、あの辺とかね、低速配信にならないんですよ。それめっちゃ良くない？だから、安いお金で使えて、しかも通信料もカットできて、で、該当のね、アプリだったら。で、さらに、低速配信にもならないっていう。なんという優しいっていう。ゲームって結構通信料かかったりするじゃないですか。まあ、その辺とかは結構配慮されてて、まあ、俺はシンプルにいいなーってのは思いますね。で、これって結構家とかだったら Wi-Fi があるじゃないですか。まあ、そこいいかなと思うんだけど、出先とかね、お仕事の合間とかだったら 4G 回線使ったりするじゃないですか。まあ、その時に安く使えるのがいいなーって思いますね。で、結構ね、メインの携帯とかって仕事の連絡来るしさ、充電がなくなるのは嫌だなーっていうのとかで、結構サブ端末欲しいなって思ってる人がいません？で、そういう人とかっていうのは結構月額使用料が安い格安 SIM とかがいいと思うんですけど、まあゲーム好きっていうんだったら、まあ、リンクスメイトさんがお得っていう風な感じですね。で、このまあじゃあわざわざサブ端末買うのかっていうと、別にそこまではしないでいいんちゃうかなって個人的に思ってて、そんな言ったら怒られるかもしれんけど、まあ、例えばさ、機種変更したんだったら昔使ってた機種とか手元に余ったりとかする人いるじゃないですか。まあ、そういう人とかだったら、その端末を、要は SIM カードさえ入れたら外でも使えるんですよね。で、それをわざわざさ、じゃあ大手通信キャリアとかにしちゃうと高いじゃないですか。だってもうメイン端末プラスもう一個で2倍にかかっちゃうじゃないですか。で、それを
まあ、メイン端末は今まで通りで、サブ端末にこういう風なリンクスメイトさんみたいな格安 SIM を入れると結構安く使えるんですよね。まあこの料金の話とかっていうのは後々ちょっとしていこうかなっていう風に思ってます。だからさ、まあそういう風に昔使ってる端末、そういやあるんだよね手元にみたいな人とかだったら、今のその何て言うんだ、使ってるメイン端末の、まあ、バッテリーの寿命を伸ばすっていう意味でもね、格安 SIM を使ったらむしろそっち側の方が通信料安くなるんじゃねっていうところもあるからさ、人によってはだけど、だからまあそういう風にサブ端末使いたいなと思ってる人はちょっとこの後ね、料金のところとかもお話など聞いていただければ嬉しいなっていう風には思います。料金なんですけど、僕の、メインで使っている、とある A 社のですねパケット代金が、僕は 5GB 使うと4700円だったんですよ。まあでも大体そんなもんだよね。まあ他のところ詳しく調べてないから分かんないんだけど、でこれ 5GB だった場合、もし音声通話、要はサブ端末じゃなくてメインで使うってなった時で、音声通話もしたいってなったら、ここ、パケット代金が2100円とかになるんですよ。だから4700円って僕は今使ってるんですけど、リンクスメイトさんは2100円で、これ半額以上のお得さなんですよね。まあ僕の状態からしたら、もしこれサブ端末で、データ通信だけでいいよっていう人とかだったら、これ1380円とかになるんですよ。だからまあ本当に正直なところ、メイン端末じゃなくて基本的にはサブ端末で通信して、家に帰ったら Wi-Fi 使うみたいな感じの使い方したらかなりお得になるかなっていうのは本当に思います。なんでそういう風なところを節約したいなって思ってる人は、まあ昔使ってた携帯電話をサブ端末にするっていうのも全然、プランとしてはあるのかなとは思ってます。まあ人によっては2台持ちの方が安くなる可能性ありますねっていうところのお話でしたね。でじゃあ料金シミュレーションとかもこれ簡単にできるんですよ。まあそれもちょっと URL 貼っておきますわ。で例えばじゃあ今言った音声通話ができるやつで、 SMS もできる、でさらにデータ通信もできる、でここじゃあまあカントリーフリーオプションとかあるか結構大丈夫だと思うんだけど、 5GB ぐらいでじゃあやってみますか。で、ここなんかいろいろプランがあるんですけど、まあカントリーフリーオプションはいるわというふうな感じでやってみると、じゃあ月々だいたい税抜き価格だけど2600円とかになるんだよね。でこれがもし、データ通信のみだった場合はどうなるかっていうと、月々1880円なんですよ。これさ、なんか外で使うためにとかって言って変なポケット Wi-Fi をさ、ケアじゃない契約するより、まあ、若干お得かなっていうふうには思いますね。なんで、結構格安 SIM っていうのは、まあ、言葉は知ってるけれどもその内容を知らないっていう人とかも結構いると思うんで、そういう人からしたら、あ、こんな安いんだっていうのは具体的には伝わると、あ、じゃあちょっと考えてみようかなっていうふうなね、一つ選択肢になるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、リンクスメイトさん使うと、結構お得になるよっていう、まあ、結構というかかなりかな、お得になるよ料金面はっていうふうなお話でございました。で、一応ね、僕クーポンももらってます。ちゃんとね、なんかクーポン欲しいっすって言ったらくれました。嬉しい。で、この動画限定のね、初期費用がお得になるクーポンっていうのは概要欄に貼ってます。でこのクーポン使ってもらうと初期費用とか最大1万円引きってなるんですよ。例えば SIM の発行手数料とかさ、いろいろあるじゃないですか、事務契約料的なやつ、あの辺とかが結構かなりお安くなる、感じになるので、ぜひぜひ興味ある方はね、僕の概要欄に貼っている、クーポン使ってみてもらえると気軽にリンクスメイトさんの SIM 契約できると思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ではここからはですね、大会のですね、説明になるんですけれども、なんか KOD っていうのを昔僕開いてたんですが、この大会名の大会めっちゃ懐かしいなと思いながらね、今回 KOD キングオブデュエリストみたいな感じの意味合いでね、つけたんですが、それの、詳細になります。いつやるかっていうと8月の21日金曜日ですの夜の21時開始でございます。で定員の方はさっき言ったように32名で、どうやって選ぶかっていうと、来週と再来週ですねに開催するジャパンウィークリーのトップ8、要は上位8人ずつですね、これで合計16人になります。でプラス招待枠、これ招待枠はまあその僕自身がこの人出てほしいなと思ってる人に、お渡ししたりとかするっていう枠と、あとメンバーの方、そうだな、メンバーの方に4つぐらいお渡しさせていただくのと、であと多分8枠ぐらい空くと思うから、ここなんか生放送とかで、なんか催し事やって、でそこでちょっと選んでいこうかなっていうふうには思っております。
で進行はロビー、まあ、ターミナル、トーナメル、あ、トーナメルかみたいな感じのツール使うので、そちらぜひぜひよろしくお願いします。まあわかんないっていう人はね、いたらちょっとググってもらったりとかすると助かります。で URL は該当者に後日共有します。でルール、じゃあ具体的にどういうのをやっていくのかっていうと、3デッキ勝ち抜き制です。これどういうことかっていうと、最初に3つデッキ用意するじゃないですか。で3つデッキ用意して、で、1個目のデッキ戦います。で A さんと B さん戦います。 A さん勝ちましたってなったら A さんはそのデッキ続けて使うんですよ。で B さんは準備している残り2デッキあると思うんですけど、その、デッキを有利な方を当てに行くという。で、それを続けていくって感じです。で最後まで勝った方の勝ちっていうルールです。これするとさ、あのマックスで5回同じ人と対戦するんだよね。そうなると結構時間かかるじゃないですか。今まで通り128人とかってやったらやばいんですよ。多分それぐらいが結構ギリだと思うんだよね。なんで定員32名まで、減らさせていただいておりますので、よろしくお願いします。でその3デッキどうやって作るのかっていうと、全部別のキャラクターとスキルで、使わないといけないっていうのがまず一つで、あと同盟カードは全デッキに合計3枚までですね。例えばカナディアを入れたいってなったら、1個のデッキにカナディア3個入れたんだったら他のデッキは1個も入れれないみたいな感じです。で1個入れ、A のデッキに1入れたんだったら B のデッキに2入れることできるみたいな、そんな感じです。で、リミット2のカードは合計2枚までです。で N コンは3デッキで合わせて1枚までって感じです。で N コン2枚使ってて、じゃあ高活保管デッキに入れたい、これは OK です。だから同盟のリミット2のカードって感じかな。でリミット1は同じく1枚までって感じです。で、そんな感じかなと思います。で賞金に関しては優勝10,000円、準優勝30,000円というふうな感じになりますので、興味ある方はぜひぜひ、振るってね、あの出場権を獲得するように頑張ってみてください。ひとまずジャパンウィークリーね、またトップ8になれば招待になるのでよろしくお願いします。はい、ではでは今回はねリンクスメイト様の案件と、あとは、僕が開催する大会のですね、告知となりました。ではでは今日はここまでね、見ていただいてどうもありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。